カルディの痩せるドリンクトップ3お伝えしていきます。今回も腸活の観点から私がセレクトしておりますので、ぜひ最後まで楽しみにご覧くださいね。このチャンネルではこのような腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録をしていただきますと、もうとっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜ今回カルディさんで選んだ痩せるドリンクはですね、痩せることができるのかっていうその理由についてお伝えしていきます。ポイントはこちらです。1つ目、このドリンクはですね、あなたの腸内環境を整える効果があるからなんですよ。ダイエットを成功させるためにはまずはあなたの腸内環境がきれいに整っているかどうかにかかっているんですね。そうすることであなたは根本的に痩せ体質へと生まれ変わることができるんです。過去の私もそうなんですけども、もうどんなに頑張っても体重の変化がないっていう時はもう決まって腸内環境を汚すものをね、もう食べてたんですよね。まあ、何かというと、もう甘いお菓子とか、まあ、脂っこい酸化した油で揚げたポテチとかですね、添加物が入ってるものとか、まあ、本当に裏の原材料を見ていただけますと、もう余計なものがいっぱい入っています。そういったものを食べ続けてしまわれますと、デブ菌と呼ばれるその悪玉菌たちの大好物なので、やっぱりですね、痩せないんですよね。ですからやはり痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちが喜ぶものをしっかりと召し上がることで、あなたの腸がピッカピカになってですね、いつまでもその痩せ菌たちが、うわーここ気持ちがいい、もうずっと住みたいってもう言ってもらえるような環境をあなた自身の力で作る必要があるんですね。そのために必要なことをこの腸活チャンネルを通じてお伝えしていきますので、ぜひこの動画見終わりましても、他の動画もチェックしていただきたいなと思います。そして2つ目です。無添加であること。先ほどもお伝えしましたが、まあ、過去の私もそうなんですけれども、添加物たっぷりのものを食べてしまうと、もう腸が疲れ切ってしまって動かないんですよね。もうそもそも病気にもなりますよ。私は本当にね、病気になりました。まあ、今腸活に出会ったからこそ、こうしてあなたの前でこうやってニコニコね、笑顔で腸活についてこう熱く語ることができている私なんですけれども、もう過去の私はもうとてもじゃないけれども、こうやって人前に出てあなたにこんなことをね、お伝えするような状態ではなかったんですね。もう本当に人に会いたくない、自分のこういう容姿を見られたくないっていう、もう本当に辛い過去があったわけです。で、誰しもやはり体の変化ですよね、まあ、体調が悪くなるのも辛いですし、見た目がこう変わっていくのもすごくストレスですよね。なのでそういったご自分から脱出するためにも、今回お伝えするこのドリンク、味方につけていただきたいなと思います。そして、まあ、無添加はじゃあ一体どんなものなのかということで、こういったドリンクに含まれているような、あの化学調味料とか香料、人工甘味料、合成着色料ですね、こういったのが入っていないものをまずは選んでセレクトしていきましょうねってことになるんです。では2つ目の項目です。何をということで、今回お伝えするドリンクのその材料となる部分ですよね。冒頭の1番でもちょっとだけお話ししましたけれども、さらにここで詳しくお伝えしていきたいと思います。ポイント、痩せるポイントですよ。ドリンクの選び方というのは、とにかく無添加に近いものを選ぶ必要があるということなんですよね。その時に例えば、あの調味料かっこアミノ酸などと書いてあるような、まあ実はグルタミン酸ナトリウムのことなんですけれども、こういった形でこう味付けしてあるようなドリンクですよね。そういったのを選んでしまっては、あなたの腸や肝臓などにとっても負担をかけてしまって、もう働けない、休ませてと言ってしまうんですよね、腸が。そうするとどうなるかというと、腸が働いてくれないわけですから、どんどん悪玉菌、デブ菌たちが優勢になってしまって、太ってしまうというその負のスパイラルへと入ってしまいますから、もうここはとどめたいんですよね。
その時にやはり化学調味料が入っているような味付けされたドリンクというのは選ばない方がいいです。もちろんこれはドリンクに限ったことではないです。ありとあらゆる食品の中にこれがもう潜んでます。調味料カッコアミノ酸などと書いてあるのが本当は化学調味料ですから、ここは気をつけていきましょう。では次のポイントはこちらです。人工甘味料が無添加のものを選んでくださいねってことです。とにかくですね、よくあるのがドリンクをそのどれにしようかなって選ぶときにですね、知らない方はですね、ご存知じゃない方っていうのはちょっとやっぱり太りたくないけどなんか甘いもの飲みたいなっていうときに、あ、これだったらカロリーゼロって書いてあるから太らないだろうとか、糖質ゼロとか糖質オフとかですね、カロリーが低いっていう理由、そこだけポイントで見てしまわれて買って飲んでしまう、こういうパターンがね実は多いので、そういった方に陥りがちなのがやっぱりその実は飲み物で太っていたっていうことなんですよね。もちろんカロリーはないんですよ、ゼロだったり低かったりするわけなんですけれども、甘いのにカロリーが少ないゼロというのは脳がおかしいってね、もう脳にバレバレなんです。あなたのどうなるかというと、あなたがそのこういったですね、人工甘味料が使われているものにその飲み物を飲んだり食べたりしても甘いのにカロリーがない、取れないわけですから、脳が危険だってなるわけです。ちゃんとカロリー取らなくっちゃって、足りてないじゃないかってなるわけですよね。そうするとあなたにこうどん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 食べて食べてって命令するんですよね。であなたはその味覚をコントロールされて、あ、なんかさっき食べたり飲んだけどなんかまた欲しいってなってしまう、そういった形でますます甘いものが食べたくなるっていうその負のスパイラルへとどんどん引きずり込まれていってしまうんですよね。これすごく怖いことなんですよ。知らないがためにそうなってるわけです。ですからよく私もですね、クライアントの方から、先生私ね、あのダイエットを頑張ってるから甘いお菓子とかすごく我慢してるのに、なんで体重がなかなか減らないでしょうかってよくよく伺ってお話をね、カウンセリングしていくと、実はお菓子は食べてないけれども飲み物がね甘い、こういった人工甘味料の糖質オフのでも甘いっていうのをですね飲んでしまう。で結局そのお料理の味付けとかでやっぱり甘いものを使ってしまったりとか、お菓子はやめたけれどもお料理の味付けが濃ゆかったり甘かったり油っぽかったりですね、そういったのをその味覚がおかしくしてしまうのが実はここからだったっていうことが判明したんですよね。でその方やっぱりご存知じゃなくて、ショックですって、ダイエットにいいと思って飲んだり食べてたりしたのに効果だったんですねって、ってやっぱり皆様ね声を揃えておっしゃるんですよね。それぐらい人工甘味料って太ってしまうそのきっかけを作るもとですから、ぜひあなたもこの話をもし初めて聞いたっていう方はですね、大丈夫ですよ、これから気をつければよろしいんですから大丈夫ですので、しっかりと購入されるときは原材料名をチェックしていきましょう。ではお待たせいたしました、いよいよあなたにおすすめのカルディさんで選びました痩せるドリンクトップ3ということでランキング形式でお伝えしていきますね。では第3位はこちらです。はい、 100% のウォーターメロンと書いてあります。こちら裏を見ますとモーションさんが作っているウォーターメロンジュース、スイカのジュースになります。こちらは原材料名を見ますとスイカってね、ひらがなでスイカって書いてある、かわいいなと思って、これはですね、あの本当にスイカの果汁だけで作っているジュースになりまして、原産国はですねタイランドですね、タイの国からやってきたジュースです。でこちらですね、あの1パックあたり 330ml 入ってまして、栄養の成分表示を見ますと 100ml あたりのエネルギーがもうたったの 35kcal になってます。であとも脂質なんかもゼロなんですね。で炭水化物が 7.9g、 やはりあのもともとフルーツですから糖質は入っています。そこで炭水化物量が若干入っているわけですよね。でちょっと見ていきましょう。スイカってですね、まあ、私たち日本人はですね、まあ、夏場にしかなかなか食べられないフルーツなんですけれども、やはりスイカって実はですね血行促進効果があるんですよね。あなたの血流をこう良くしてくれるわけです。そうすると代謝が上がるんですよね。
血行が良くなれば体温が上がりますから結果代謝が上がるんですよね。なので結果その脂肪を溜め込みにくくすることができるということで、またカリウムも豊富なのでむくみ改善にもなるんですよね。でよくその夏場もこのスイカを食べると水分代謝が良くなって熱中症対策にも効きますよとかね、聞くと思うんですけども、やっぱそれぐらいスイカってすごく夏場に適しているものですよね。そしてそういったそのむくみも改善することができますし、また最後抗酸化作用も高いですよ。老化防止ですよね。これ嬉しいですよね。やはりせっかく飲んだり食べたりするときにこの老化防止の効果、抗酸化作用ある方がいいですよね。そういった効果もこのウォーターメロンジュースで取ることができます。では早速試飲をさせていただきます。こちらね、パッケージも可愛いですよね。本当カルリーさん私大好きなんですけれども、まず置いてある食材が面白いものもいいですし、外国の海外から来たものも多くて、こうパッケージが可愛くってね、もうそれだけでも可愛い、飾っておきたいと思うような女子力が上がりそうなねものもいっぱい置いてますよね。もっと香ってみます。分かりますか、こうスイカを切った時のあの香りって分かります？スイカのあの香りのまんましますよ。あ、色もね若干見えますか。ごめんなさいね、グラス持ってくればよかったですね。トマトジュースが薄まったような色をしております。ではいただきます。もちろん甘みもありますし、その甘ったるくないんですよ。スイカの果汁 100% で無添加ですからね。本当にスイカを食べ終わった後、スイカとその皮にこうたまるスイカの果汁があるじゃないですか。それが詰まってる当たり前ですけどなんとかあのままです。やはり加工してないっていいですよね。もう天然の素材ってこんなに美味しいんだなって思います。このウォーターメロンジュースおすすめですね。ちょっとね330も入っているので、おやつ代わりとして飲まれるときは一気に飲まれてもいいと思うんですけれども、だいたいグラスに3回ぐらい分けて召し上がってもいいんじゃないのかなと思います。特にそのダイエット中でおやつをねやっぱり我慢しようって、もう今は食べるのやめようっていう方なんかにとっては、これをこう3回食後それぞれ分けて飲まれることで、こうデザート感覚でおやつの代わりにもなって食べたい、やっぱりどうしようかな、やっぱりおやつ食べちゃおうかなっていう、こう葛藤、天使と悪魔の会話みたいなありますよね。そういったそのご自分の中の天使と悪魔のこうやり取りをですね、やっぱりこう天使が勝っていただきたいので、その時にいやいやもうおやつはやめてこのジュースにしときなよって、カロリーも低いしさ、甘くて美味しいしさって言ってもらうような状態に持っていけると思いますから、ぜひねこのウォーターメロンストレート 100% のジュースをおやつ代わりに召し上がっていただくことで、ダイエットに成功させるね近道になりますから、ぜひ味方につけていただきたいと思います。では第2位はこちらです。はい、リンゴ果汁 100% の炭酸水になります。これね、見えますでしょうか、パッケージがすっごくおしゃれで可愛いんですよね。でどこの国のドリンクかと言いますと、フランスから来てくれましたドリンクです。ですね、ブールダモリックという会社のリンゴ炭酸水です。スパークリングアップルジュースって書いてますね。炭酸ガス入りで、原材料はこのリンゴと炭酸ガスのみ、この2つだけ、もう完全無添加ですよね。そして1本が 250ml 入っています。でこちらは果汁はリンゴを絞った、もうその果汁 100% を使用してますということで、これも完全無添加ですね。でちょっとここでリンゴの痩せ効果見ていきましょうね。実はリンゴってほんとダイエット向きのフルーツになります。脂肪の蓄積を抑えてくれるポリフェノールが多く含まれています。でまたこの便秘改善ペクチンが入っているので、
便秘改善にも役立ちますから、結果あなたの腸内環境が整ってもうピカピカになって痩せ体制となることができるんですよね。またこのリンゴにもカリウムが豊富なのでむくみ改善効果もありますし、なんとですね、体を温めてくれる効果もこのリンゴにはあるんですよね。実はですね、腸活のダイエットをする観点からお伝えしますと、南国系のフルーツ、パイナップルとかですね、ああいった、バナナもそうなんですけれども、いい点ももちろんあるんですが、基本的に体、南国、暖かい国のものって体を冷やすんですよね。体が冷える、イコール腸が冷えてしまうとダイエット向きではないんです。ただこのリンゴはですね、果物の中でもその体を温める効果が高いフルーツになりますから、ぜひあなたが例えばこう冷え体質なんです、だから代謝が落ちてしまって太っちゃうんですっていう方は、でもフルーツ食べたいっていう時はですね、南国系のフルーツを選ぶのではなくて、こういった寒い地方で取れるフルーツですね、リンゴすごくおすすめなので、ぜひダイエットにも取り入れていただきたいなと思います。では早速こちらもですね、見ていきましょう。こちらは 100ml あたりがエネルギーが 43kcal なので、先ほどのウォーターメロンよりもちょっと高めですよね。そしてタンパク質が 0.1 で、脂質が 0.1 で、炭水化物が 9.6 入っております。では早速試飲していきたいと思います。あ、どうしよう、ここに持ってくるまでに振ってたら吹き出しちゃうかもしれないですね。ちょっと開けてみますね、遠くでゆっくり。あ、大丈夫かな、大丈夫かな、大丈夫、大丈夫そうです。泡吹かなさそうです。よいしょ、よいしょ、OK、大丈夫でした。うわー、もうほんと分かります、リンゴ酢果汁 100% の香りっていい香りするじゃないですか、あの香りです。ではいただきます。うわー、おいしい、微炭酸です、強炭酸ではなくて、本当に優しい炭酸なので、これはもしかしたら本当しっかり一気飲めない方は蓋をしていただかないと、すぐ炭酸抜けちゃうかもっていうぐらい優しい炭酸水、やっぱスパークリングですね。美味しいですよ。一気に、ね、飲んでしまいたくなるとこなんですけれども、ダイエット中であればやっぱり一気に飲みすぎてしまうのは良くないんですよね。適量をやっぱり数回に分けて飲んでいただくのがいいと思うの で、なぜ数回に分けてってお伝えしてるかというと、この今回お伝えしてるドリンクをですね、お菓子やおやつの代わりとして飲んでいただきたいんですよね。おやつがどうしても食べたいうって思った時に、こう悪魔がですね、食べちゃえよ食べちゃえよっていう、そのあなたの悪魔の声を天使がやめときなよって、食べるよりもドリンクで済ませた方が痩せるよって言ってもらえるための、私ドリンク選んでるんですよね。なので何でもそうですけれども、どんなにいいものも飲みすぎ食べすぎは逆効果ですから、気をつけてくださいね。ではお待たせいたしました、堂々の第1位はこちらです。はい、カルディさんのブランドから出ております北海道の炭酸水強ということで、かわいいクマがですね、この炭酸でここクーってなってるイラストのかわいい炭酸水です。でこちらは北海道の天然水を使用してくださってます。でこちらが1つボトル 500ml ですね。でもちろんエネルギー0キロカロリーです。もうすべてゼロですね。 100ml あたりもうすべてエネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物、食塩もオールゼロです。そしてもちろん水は硬水になっておりまして、二酸化炭素が入っています。いいですよね。でこれかなり強炭酸なので、ちょっと私後からいただくときに気をつけたいと思うんですけども、その前にポイントは無糖の炭酸水、しかも国産の天然水 100% を選んでいただきたいなと思って選びました。こちら無糖の炭酸水はこの刺激がですね、先ほどこのスパークリングのちょっとこちらね微炭酸で弱かったんですけども、なんとですねこの炭酸の刺激が
腸をですね程よく刺激してくれることで蠕動運動が活発になるんですよね。そのことで炭酸水を飲むだけであなたの腸が元気に動き出すというメリットがあるんです。そしてその結果ですね、消費エネルギーをアップすることができるんですよね。そもそもその体内にその炭酸ガスが入ったことでその体温が上がるというその、ね、データがあるんですよね。体温が上がるイコール代謝が上がる、取ったカロリーを燃やす力がアップするっていうそのいいサイクルへと持っていけることができるのがこの炭酸水の効果で、またその血行が良くなる関係で疲労回復効果もありますし、先ほどお伝えしました通りもうオールカロリーゼロですよね。もう全くカロリーがないということになるので、冒頭でもお伝えしました通り甘いのにカロリーがゼロとはもう全く違うわけです。全然違う。なのであなたがもし今後ドリンク選ぶときはですね、とにかく無添加であることと人工甘味料が入っていないもの、香料もそうですよ。よく炭酸であるのがそのエネルギーがゼロ、確かにゼロかもしれないんですけども、例えばレモン味とかグレープフルーツ味とか丸々味ってなってれば、それは天然のものではないですよね。人工的に入れた香料ですから、そういったものを飲まれてしまいますとダイエットにはやっぱり成功しづらいになりますから気をつけてくださいね。なのでよくねご相談を受けるんですけれども、先生私お菓子をねダイエット中なのでやめて頑張ってるのにもかかわらず、なんでこんなに体重が変わらないんでしょうかって、私は何が悪いんでしょうかっていうねお悩みクライアントの方がよく受けるんですけれども、よくよくカウンセリングをしていく中で聞いていくと、飲み物でその方ね太ってたんですよね。こういった飲み物とは全然真逆の添加物がたっぷり、甘味料とか着色料とかですね、そういったものをたっぷり含まれているような飲み物をやっぱりそのお菓子の代わりに飲んでいらっしゃったんですよね。やっぱりちょっと欲しいってなってらっしゃって、それが太ってた原因だったんですね。先生しまったって、知りませんでしたって、カロリーがゼロだったら飲んでもいいと思ってましたってねおっしゃる方が非常に多いんですよね。なので今カルディさんで選びましたこの3つの痩せるドリンクは全て大丈夫ですから、飲み方さえ注意していただければ大丈夫です。今までお伝えしたダイエット効果を得ることができますから、ここから最後どうやって飲めば痩せることができるのかっていうその注意点についてお伝えして終わりていきたいと思います。では痩せる飲み方注意点です。特に炭酸水についてフォーカスしてお伝えしていきますね。炭酸水を飲む時の注意点があります。それは先ほどお伝えしました通り無糖無添加であるものにしてくださいねってことでしたよね。で私思い出しましたが、この無糖の炭酸水飲むの忘れてましたね。ちょっとこのタイミングで飲ませていただきたいと思います。あプシューって言ってますよ。さすが強炭酸水、先ほどのリンゴとは全然違う音がしますね。はい、ではもっと失礼しまして、お話の途中失礼します。ですよね、もうこの喉越しがいいですよね。なので実はクライアントの方とですね、その方甘いものはそこまで召し上がらないんですが、ビールがお好きだったんですよ。とにかくビールがやめれない。でビールってやっぱりね糖質高いじゃないですか。やっぱりかなりの量飲んでらっしゃったので、そこがね太ってる原因ですよねって、お互いにですね確かめ合いながら、じゃあどうしましょうか、時にその方がおっしゃったのは、先生私気づいちゃったんです、私実はビールが好きと思い込んでた、違ってました、喉越しが欲しくてストレス解消に飲んでたって、もうやっと分かって、もう私はそれからこの無糖の炭酸水にビールを置き換えたところ痩せましたって、もちろん他にもね腸活のメニュー腸活メソッドを取り組んでくださっている方なのでそれだけじゃないんですけども、やっぱり劇的にそこからね変わっていかれたんですよね。ですからやっぱ飲み物も太ってる原因の一つですから注意してくださいね。
そしてこの炭酸水のまたすみません注意点に戻りますけれども、1回あたりですねこう一気飲みはやめましょうね。さすがにあの飲みすぎです。あまりにもガスがお腹に溜まってしまって苦しくなったり痛みが出たりしてはいけませんから、やはり1回あたりだいたい100から200ミリリットルを、数回に分けて、2、3回に分けて飲んでいただけたらなって思います。でまた胃のその負担をかけないためにも、お食事前30分前ぐらいにもまず飲んでおかれるといいと思うんですよね。そうしないと、飲んですぐ食べてしまうともうタプタプでパンパンでいけませんので、食前なんだけども、そのもっと前30分前ぐらいにこの適量飲んでおかれますと程よく満腹感も得ることができるので、食べ過ぎ防止にも役立ちますから、ぜひ取り組んでみてください。あとここポイントです。いくらですねその炭酸水を使って、いろんな痩せるドリンクを使って痩せ効果を得たとしても、そもそも召し上がってらっしゃるお食事自体に問題があれば、このドリンクだけで補うのは無理ですよね。あなただったら分かってらっしゃると思うんですけれども、普段からのお食事を私が別動画でいっぱい腸活メニューをお伝えしてますから、今まで食べてきた食事を腸活の腸を整えるメニューに一つずつ一品一品ですね取り組んでくだされば、あなたの腸内環境が整って痩せ菌たちが増えていつまでもあなたの腸にいてくれますから、そういった状況をあなたご自身でご一緒に作っていきましょうねということをお伝えして終わりたいと思います。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。